幼少時のマクシミリアン。ヨーゼフ・カール・シュティーラーが、1821年マクシミリアン・ジョゼフ・ウジェーヌ・オギュスト・ナポレオン・ド・ボアルネは、第3代、ロイヒテンベルク公、第3代、ベネツヤ公、フランスミコの称号を持ち、ナポレオン・ボナパルトが創設したイタリア王国の王子でもあった。また、フランクフルト大公国の大公位請求者だった。マクシミリアンは、 ナポレオンのママ子であるウジェーヌ・ド・ボアルネと、その妻ウグ・ステフォン・バイエルンのバッシとして、ミュンヘンで生まれた。母方の祖父・バイエルン王・マクシミリアン一世は、父・ジェーヌに、ロイヒテンベルク公位を授けた。この称号は、アイヒシュテットにある公領の所有者としてのものであった。マクシミリアンは2位、オギュストに次いで、継承順位2位であった。1824年2月21日、 ウジェーヌが亡くなりに、オギュストが行為を継いだ。兄は独身であったため、マクシミリアンが継承予定者となった。オギュストは1835年に、ポルトガル女王マリア2世と結婚したが、結婚後わずか2ヶ月で、肺結核のために急逝した。彼に子はなく、マクシミリアンが行為を継承した。1839年7月2日、マクシミリアンは、 ロシア大公女、マリア・ニコライブナと東急殿の礼拝堂で結婚した。マリアは皇帝ニコライ一世の長女であった。ギフ・ニコライ一世はナポレオン一世の子孫である娘婿にロシア皇族及びフィンランド大公家の一員として殿下の称号を与えた。1852年、マクシミリアンは サンクトペテルブルクで病死した。マクシミリアンとマリアには七死が生まれた。ありがとうございます。